五人山児童遊園は埼玉県区喜市に所在する区喜市が設置、管理、運営する児童遊園である。公園北側には区市商工会館が所在し、南側には区市中央公民館が所在しており、西方には天皇院が所在している。園内には五人山神社が所在し、地中には五人山遺跡が五人山児童遊園を含む周辺一帯に所在している。 この五人山遺跡での出土品は、久喜市中央公民館の1階において展示されている。園内には桜の木が植樹されており、春には久喜市街地の見どころの一つとなる。園内施設してはブランコ、滑り台、運転、ジャングルジム、鉄棒、街灯、水道、ベンチ、倉庫、五人山、五人山の神社、桜の木、イチョウの木、ケヤキの木、 杉の木、城などである。五人山五人山は五人山児童遊園内に所在している大山である。この五人山は、その昔、戦があり、現在の五人山の位置に陣を張っていたと伝えられている場所であり、五人屋敷になっていたとされている。五人山にまつわる伝承として、五人山の山頂に混流されている、東屋の中に、竜やおろちがいる。中に島があり、 そこには小さな杉などの木や、お宮が所在していた。その堀の太鼓柱を渡ると長生きをする。というものがある。五人山の神社五人山神社は、五人山寺同遊園内に所在している神社である。五人山に、所在の案内版9月26日根流によれば、この一帯を五人山と称し、霊覚者の核、沢栄一氏によりこの地が、王子美塚であったことが発見された。 ここに供養棟を建立し、一万霊の成仏供養をして、霊地を保存し、このことを後世に伝え、区期町の繁栄を記念する。合唱という檻が記されている。境内施設として、社殿、五人山、山道、供養棟、案内板の石碑、イチョウの木、欅の木、杉の木、城などである。ありがとうございます。